ルプルスラリメタリンの世界一当たらない取り紙予想。どうもどうも、スラリメタリンでございます。本日こちらの動画では1月21日開催アメリカジョッキークラブカップと東海ステークスの予想、ショートでは1月20日開催若駒ステークスの予想を挙げています。そちらもよろしく。それでは早速日曜重賞の予想いってみたいと思います。3、2、1。まずはアメリカジョッキークラブカップの予想いってみたいと思います。前走ローテをクラス別に見ると、基本は前走 G1、 紐は前走 G3 からか。ただ前走 G1 番をチェックすると菊花賞からの馬がメインですが、今年は該当馬がいません。紐で見たい前走 G3 馬は中日新聞杯、チャレンジカップの5着以内といったところでしょうか。ただし今年天気予報を見ると5年で唯一、天気予報で見ると雨予報で馬場は悪くなると見るか。そうなりますと気になるのは不良馬場で行われた2021年、直近5年で唯一前走 G2 の馬が馬券に絡む、ステイヤー系の重賞からのローテ馬が馬券になりました。この年の結果を参考に見た方が良いのかもしれません。ということで、まず本命に挙げるのは12番のボッケリニです。前走チャレンジカップに弱、データ上では紐候補となりますが、手堅さで見るならこちらが上に上げた方がいいかもしれません。さて紐候補をどうするか迷いましたが、1番マイネルウリトス、4番湘南バシット、11番チャックネイト、この3頭を上げさせてもらい、馬券は4頭ボックスでいこうと思います。続いて東海ステークスの予想いってみたいと思います。前走 G1 チャレンジカップからの馬がいれば本命にしようかと思いましたが、今年は該当がいません。そこで前走 G3 リセットオープン特別の好走馬をチェックしてみると、 G3 で5着以内、リセットクラスペテルギースステークスの3着以内を見ていけば良さそうな気配です。そこで本命に挙げるのは14番ウィリアム・バローズです。前走は同じ京都で行われた都ステークスでの3着、この馬の軸にすれば良さそうです。穴候補、紐候補として3頭、1番のミッキー・ヌチバナ、6番ペプチド・ナイル、8番ゲンパチ・ルシファー、この3頭に流してみたいと思います。というわけで今週日曜日はこちらの単複賞ワイド3連複トータル2000円が私の勝負券です。参考にしてみてください。チャンネル登録、高評価、通知のオンもお願いします。コメントや概要欄 X のフォローもいただけると嬉しいです。ではでは。今週のクイズは来週。